はい、どうも、太郎チャンネルの角度お茶目はい、どうも、太郎チャンネルの太郎でございます。どうも、今日はベゾンです。ってことで、はい、今日はソフトテニスではないというそうですね、はい、ソフトテニス選手は卓球もできるんじゃないかっていうことをね、そうですね、やってきたんです。で、みんななんか自信ありげじゃないですか、うん、あれ今日お手伝いのまた高校生の方に愛太郎チャンネルのサブメンバーみたいになってますけど、はい、よろしくお願いしますでみんななんかおのおのできるっていう、ね、そうみんなねちょっと自信ありげなんでね、ちょっと対決しようみたいな、対決しようみたいな感じでやっていこうかなっていう、はい、そうですね。でまあリーグ戦でやっていきましょう、はい、で一番ビリは罰ゲームがあるという、はい、罰ゲームは、はい、あの卓球マシンやったじゃないですか、はいはいはい、自動で飛んでくるやつ、あれを全部顔面で受け止めるっていう、はい全球、はい、全球、いやだな、やりたくないもんな、はい、みたいな感じで絶対負けられないそんなってことで、じゃあやっていきましょう、はい、はい、レッツゴー、イエーイ。じゃあいきます。11ポイント選手で、はい、レディーゴー。ダンスのスクリーン、なんだよ、勝ったのか。いやー、えー、ワンオロ、やべー、遊んでいこうというわけで、はい、この分のします、この分のしますね、よかったらチャンネル登録お願いしますということで、この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。この動画があんまり良くないなと思う人もグッドボタンお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。